おはようございますお肉ですということで今日ね朝起きてみたらなんと NiziU の超スペシャルな情報が出てきたのでちょっとお話ししたいと思います早速なんですけど今回 NiziU 初の超スペシャルなことなのでちょっと皆さんに早速お伝えしたいんですがえっとねまず NiziU がね昨日夜いきなりこんな画像でにわせしてたんですけどこれ何かなっていきなり思ったんですよ何にもついてなくて何かなっていうふうに思ってたんですよでそしたらね今日の朝まさかの謎が解けてですね なんと20が初のラブソングでのまずこの時点でめちゃめちゃやばいんですけど初のラブソングで初のドラマ主題歌決定 とということでですね、もうめちゃめちゃいろんな情報がありすぎてちょっと待ってって感じなんですがまずね NiziU が初ラブソング私はもうこれを待ってましたよ NiziU がラブソング歌う日なんてさえ来るのかなどれぐらい経ってからかなっていうふうに思ってたんですけど NiziU が初のラブソングに挑戦そして今回初のドラマ主題歌ということでですねもう追いつかないんですけどどの曲かとかどんなドラマかとかちょっとね順にお話ししていきますね。9人組ガーールルズグループ20が 初のドラマ主題歌を務めることが6月30日分かった19日発売のセカンドアルバム「ココナッツの収録曲「l o o k a ト m e が日本テレビ系ドラマ「こっち向いてよえくん12日開始水曜日午後10時の主題歌に決定したのパラダイスが映画「ドラえもんのビータ」と「空のユートピア」で初の映画主題歌に起用され今度は新たにドラマ主題歌が決定した リーダーのマコは主題歌に決まったというお知らせを聞いた時はとても嬉しくてメンバーとたくさん喜びましたと大喜び今回この「LookAtMe」はドラマともリンクする歌詞で可愛らしいダンスの振り付けも必見だという楽曲については私たち NiziU にとって初のラブソングとなっており作品の内容とリンクする歌詞がポイントですまた振り付けも誰もがモノマネしやすい振り付けになっているのでぜひマネしてみてくださいとしドラマのシーンとともに楽曲が流れて たくさんの方に印象が残りやすいと思うので作品と一緒に私たちの「l o o k a t m ー e も楽しんでいただけると嬉しいですということでですね今回この、えー「こっち向いてよ向井君」かなはドラマは10年間恋愛せず恋愛の仕方を見失っている恋愛迷子の向井悟を中心とし男女の恋愛観のズレをリアルに。 表現していいくととうことでえ待って20が10年恋愛してないとかこれからの子たちにすごい歌を歌わせるねって感じなんですけども男女のすれ違いみたいなところがテーマになってくるのかなと思うんですがまあねめちゃめちゃ大きいんですけどまだもう一つねビッグなニュースがあるということでもうね今のところで皆さんね今日がねライブ初日ということでいろいろ思う方もいるんじゃないかなと思う中で今日ザ・ミュージックが放送されるじゃないですかそこでも20がね新曲「l o o k a t m e を披露するということで もうパンクしそういろいろもうどれをねもうどれもやばすぎてまずドラマ主題歌「l o o k a ト m e そして初のラブソングはい,い全部がねもう私も追いついてないんですけどちょっと。 ちょっと楽しみすぎてね、はい、早くちょっとこの LOOK AT ME フルで聞きたいですし、まあ、映画主題歌っていうのもやばいし、やっぱり匂わせもやばかったし、あーもう楽しみ、今日ライブだからさ、テンションも相当上がってる中でこんな感じだったので、ちょっとね、また終わライブが終わったら話したいと思うんですけど、もうとにかくスペシャルな情報が舞い込んできたということで、皆さんの今回のこのね、虹のドラマ主題歌、そして、えっと、ラブソング、そして、LOOK AT ME、いろんな感想をコメントに書いてみてください。そんな感じでまた20の最新情報などあれば、 動画にしていくのでよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれではバイバイ